皆さんごきげんよう。カンプ摩擦のお時間です。若者を中心に大人げのグループ大 CE のボーカル兼パフォーマーの花村聡太さんが、新曲ナンバーアーのダンス動画を TikTok と Instagram の個人アカウントで公開し、大きな話題となっています。どちらの動画もナンバーアーの本人たちと遜色ないキレのあるダンスが披露されており、TikTok では、ボン踊ってみた。 見せ方が難しすぎる。途中なんか笑ってしまった。難しすぎ、と踊ってみた感想を明かしています。コメント欄には、ナンバーダイスの両ファンから、かっこよすぎなどの声が集まっています。また、ナンバーアイに対して、ラッパーとして活躍しているパンピーさんが楽曲提供したことが明らかになりました。楽曲、 スクエアワンはすべてパンピーさんが作曲し、5月27日にリリースされたミニアルバムナンバリングにも収録されています。パンピーさんはラッパー兼 DJ として活動しているほか、トラックメーカーとして楽曲提供やリミックスも手掛けるアーティストとして、界隈で非常に有名な人物です。楽曲は意外な展開で始まるものとなっており、資産のお願いします。 という声から始まり、レゲエを思わせる揺れるようなサウンドが特徴的で、3人のスキルが存分に発揮されるラップビートは必聴です。パンピーさんは X にて、神宮寺由た氏にお誘いいただき、ナンバーアイの皆様のミニアルバム、ナンバリングに収録されている、スクエアワンという楽曲の歌詞と作曲とビートを担当しました。3人とも特に声やフローを楽しんでくれたり、 直接連絡し合って提案や微調整を繰り返しながら制作しました。いつもと同じ感じで作業できました、とコメントしています。ギターはインスタでつながったベネディクトクイーン氏、ミックスはアトランタのアンドリュー・ロバートソン氏が担当しています。どこかでまたビートのチュートリアルをアップできたらいいですね。なんといっても神宮寺ゆうたさんからのお誘いから始まった曲で、 制作も楽しくできたと語りました。さらに、あの有名なロックバンド、ボンジョビからもメッセージが寄せられたことは記憶に新しいでしょう。5月27日に放送されたカウントダウンテレビのコーナーでナンバーアイの沼ソングを紹介するとして、キシさんが自身が昔からハマっている曲を紹介しました。キシさんは本日のマイライフを紹介し、 中山金くんさんのあのギャグを見てからずっと残っていると、騎士さんらしいユーモアあふれる紹介をしています。それについて、ボンジョビの日本公式アカウントは、現在 TBS で放送中のカウントダウンテレビライブライブにて、ナンバーアイの騎士ユーさんがボンジョビの It's My Life をご自身の沼ソングとしてご紹介くださいました。ありがとうございます、とポストしました。また、 アメリカからボンジョビ自身もナンバーアイのユータさん、It's My Life を愛してくれてありがとうと感謝のメッセージを送りました。岸さんはそれに対して英語でびっくりしました。なんて光栄なことでしょう。あなたの音楽が大好きです。ありがとうございますとリポストしています。さらにカウントダウンテレビで披露した楽曲も ボンジョビ自身が興味を持って聞いてくれているかもしれません。もしかすると、将来的には本日のステージに招待されることも期待できるかもしれません。様々なアーティストからも愛されるナンバーアイは、6月18日から20日にかけて東京有明アリーナでライブを開催することが決定しています。昨年10月のグループ結成から1年足らずですが、 その活躍ぶりは絶好調で、特に平野さんの活躍は日本だけでなく海外からも大きな賞賛を受けるほどです。そんな中、最近は神宮寺ゆ太たさんを評価する声が強まっています。昨年5月、平野さん、岸さん、神宮寺ゆ太たさんは、キングプリンスを脱退し、その後、旧ジャニーズ事務所、ゲンスタートエンターテインメントも退所。同年10月、 三人でナンバーアイとして新たなスタートを切りました。今年1月に GoTo で配信デビューして以来、三人は並々ならぬ人気と勢いを日々増し続けています。4月にはアメリカで開催されたコーチェラフェスティバルに出演し、海外でもナンバーアイという名前を広めました。6月の有明アリーナ公演後も大忙しで、8月には、 ロックインジャパンフェスティバル2024やサマーソニック2024などの音楽イベントに出演することが決まっています。話題が尽きない3人ですが、業界内ではその中でも神宮寺ゆうたさんを評価する声が増えていると言います。あるレコード会社関係者はパフォーマンスの見せ方が巧みです。ダンスの動きに緩急があり、 指先まで気を配り全身で表現している印象ですね。もともと手足が長くスタイルも良いですが、金プリ時代からさらに存在感が増したと思います。と評価しています。ネット上からも、踊りも抜群だけど、神宮寺優太の表情がとっても好き。金プリ時代よりさらにダンスが上手くなってる。神宮寺優太ナンバーアイになってからさらに進化してる。 手先や目線まで素晴らしい表現力と、ナンバーアイでの神宮寺ゆ太さんを絶賛する声が続出しています。なぜこれほど多くの人を惹きつけるのでしょうか。ナンバーアイは1月にデビューして以来、次々に新しい曲を出しており、その楽曲の中で神宮寺ゆ太さんの成長ぶりが伺えると言います。金プリとしてデビューした直後の神宮寺ゆ太さんは、 ダンスで少々動きが固く見えてしまうことがありましたが、現在は全体的にキレが増し、動きの細部まで隙がない仕上げ狩りです。歌唱力に関しても以前より音域が広がり、声量も増し、難しいラップでも声がよく通ります。金プリ脱退後も見えないところで相当な努力を重ねたのでしょう。あるレコード会社関係者は、 アーティストとして着実にパワーアップしています。新天地でも目覚ましい活躍を見せる神宮寺ゆ太さんですが、自らの実力や知名度が向上したとはいえ、それに甘んじて大きな態度を取ることは一切なく、そのような真摯な姿勢も評価されています。平野さんや岸さんも同様ですが、神宮寺ゆ太さんは特に礼儀正しく腰が低いと評判です。 ライブや音楽イベントが終わって帰るとき、スタッフ一人一人の目を見て、お疲れ様でした。ありがとうございました。ときちんとお礼を言っているそうです。どんなに忙しくても、周囲の人への気遣いを絶やさないので、驚かされます、と語っています。これから大忙しのナンバーアイですが、誰にでも素晴らしい対応を見せ続ける3人だからこそ、スターダムを登り詰められているのでしょう。 これからもその姿勢と向上心を絶やさず、私たちに笑顔と素敵なパフォーマンスを届けてくれることでしょう。今後の活躍にますます期待が高まります。ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。